オラクルタキシードはオンライントランザクション処理を扱うためのトランザクションモニターを中核としたミドルウェア製品である。1984年に AT&T によってタキシードとして開発され、アセル、ノベル、BEA システムズを経てオラクルにより販売されている。1983年に AT&T ノベル研究所で AT&T 社内のユニックスベースシステムのための作業プロジェクトとして AT&T で開発が開始された。1989年にはアセルに移管され商用製品として販売された。1993年に AT&T の子会社であるアセルがノベルに買収された際、AT&T の持つ他のユニックス資産と共にノベルに売却された。 1996年には、タキシードの再販業者であった BEA は、ネトウヤ以外のプラットフォームにおけるタキシードの販売及び開発の入っ的な契約を、ノベルと結び、BEA タキシードとして販売されるようになった。2008年4月29日に、BEA システムズがオラクルに買収された後も、タキシードは消滅することなく、オラクルタキシードとして販売が継続されている。 タキシードはアプリケーションインターフェースとして二小コミットのための X、オープン素標準のインターフェース、およびオブジェクトマネージメントグループのチャーバに準拠したインターフェースを備えている。データベース連携、アプリケーションサーバ、プラットフォームの異なる複数の分散システムの連携機能、C およびコボルで作成されたアプリケーションに対応している。ありがとうございます。